きて、ルフィ。ここは、うわ、なんだ。あの後、あんた気を失って、あたしたちはビッグマムの城に連れてこられちゃったのよ。ようやく目が覚めたか。暴れまくった挙句気を失うとは、腹でも減ってたのか。ママ登場だ。麦わらのルフィ、とうとうここまで来たかい。ビッグマムか、こっから出せ。全部ぶっ壊してでも出ていくぞ。まだその息はあったのかい。戦いが望みなら出てこいよ、ビッグマム。今ここで勝負してやる。つい最近新世界入りしたばかりのルーキーが俺に謁見しようなぞ、おこがましい。サンジのことをきれいに諦めれば殺さずに返してやる。結婚式がすべて無事終わるまでそこでおとなしくしてな。四皇だからってふんぞり返ってんじゃねえ。サンジは必ず取り返す。最後に勝つのは俺たちだ。ガチャ。ママに喧嘩を売るとはバカなやつらだ、ペロリン。麦わら。まあいい、明日を思えば何でも許せる。最高のウェディングケーキが食えるから。おや、俺の忠実な海の戦士ジンベエ、どうした今日は。改まって、今日はあんたに大切な話を聞いてもらおうと思い、ここへ。うち辞めたりしねえよな。海賊なんだ、好きに生きるのが一番さ。だが親子の杯を返されるのは親の恥だよ。俺はお前という一大戦力を失うのさ。お前も何かを失えよ。それが落とし前ってもんだ。ママ、大変だ。捕まえていたあの骨の生物がいなくなった。まさか、麦わらを逃がす気じゃねえだろうな。囚人図書室を見張るんだ。ルフィがこの城に？この結婚に抵抗すれば、俺も仲間も全滅だ。さらには、イーストブルーにいる大恩人の命も取られちまう。だから、抵抗をやめると決めた。俺の冒険はこれで終わりだ。サンジさん、私との結婚は地獄にはさせませんよ。君は救いだ。もし俺でよければ明日結婚しよう。おい、プリン、逃がしてくれ。捕まっちまったよ。やられたのね。ひどいことされたんでしょ。本当にごめんなさい。そんな、プリン。私、
サンジさんにプロポーズされたの。でも安心して、私結婚しないわ。まんまと私に惚れたあのバカは、私が式の途中で撃ち殺すからよ。あんたたちもどの道生かしちゃおかね、哀れなネズミたち。おい待て、プリン、何言ってんだ。さよなら。そんな、俺たちもサンジも騙されてたんだ。教えてやんねえと。ちくしょう、出せ。私が必ずお助けします。ルフィたちを救出せねばならんのに、ここで敵に囲まれようとは。おや、どなたか戦っているようですね。もしや味方？おお、三丁やはずっきり、まだだ。あなたなぜここに？それはさておき、まずは敵を片付けましょう。捕まりました。命からがら逃げてきたところです。そりゃ災難じゃったな。ルフィたちも早く助け出さねば。ソウルソリッド、ソウルソリッド、ソウルソリッド、ソウルソリッド。ソウルソリッド、
この城の地下には囚人図書室がある。おそらくルフィたちもそこにいるはずじゃ。どこかの部屋に地下に続く階段があるらしい。片っ端から扉を開けて階段を探すぞ。